ただいま、わざわざ低い位に置いてみる必要もないようですが、私は考えていることがございまして、大学の課程を踏ませようと思うのでございます。ここ2、3年をまだ元服以前とみなしていてよかろうと存じます。朝廷の御用の務まる人間になりますれば、自然に出世はしていくことと存じます。私は宮中に育ちまして、世間知らずに御前で教養されたものでございますから、陛下を自ら死になってくだすったのですが、やはり国区精霊を体験していませんでしたから、死を作りますことにも素養の不足を感じたり、音楽をしますにも寝たらずな気持ちを痛感したりいたしました。つまらぬ親に勝った子は自然に任せておきましては、できようのないことかと思います。まして、孫以下になりましたなら、どうなるかと不安に思われてなりませんから、そう計らうのでございます。貴族の子に生まれまして、癇癪が思いのままに進んでまいり、自家の勢力に慢心した青年になりましては、学問などに、身を苦しめたりいたしますことは、きっとバカバカしいことに思われるでしょう。遊び事の中に浸っていながら、位だけはずんずん上がるようなことがありましても、家の牽制のあります間は、心で嘲笑はしながらも、追従して、機嫌を人が損ねまいとしてくれますから、ちょっと見は、それで立派にも見えましょうが、家の権力が失墜するとか、保護者に死に別れるとかしました際に、人から軽蔑されましても、何ら自ら頼むことのない惨めなものになります。やはり、学問が第一でございます。大和魂を、いかに生かせて使うかは、学問の根底があってできることと存じます。ただいま、目の前に、六位しか持たないのを見まして、頼りない気はいたしましても、将来の国家の中席たる教養を受けておきます方が、死後までも、私の安心できることかと存じます。ただいまのところは、とにかく私がいるのですから、窮迫した大学生と、指さすものもなかろうと思います。